ーツ食べたら朝ごはんです。はい、15分から10分。今日はついに移動の日です。やば、ついに移動開始です。今日の天気は小雨です。ブッダガヤはここと違って暑い場所なので、どのくらい気温差があるか楽しみです。バス停に着いてこれから朝ごはんです。ちょっと朝が早くてお店があんまり開いてないので、ちょっと離れたところまで行きます。どこ行くにも坂だ、すごい。もう東南アジアからの癖でちょっと隙間が見つかったら俺は渡ってしまったので、2人置いてきてしまいました。やっぱ国によって渡り方を変えなきゃいけないかもしれない。朝ごはんの場所に着きました。今までは結構いいところ連れてってもらったみたいで、やっぱり安いところありました。フライドライスが80ルピーとか、これまで私たちが食べてた値段みたいなところもやっぱりあるんだなっていう感想です。他はチャパティがあるそうなので楽しみです。チャパティです。なんかここのは分厚いね。うん、黄色いし、うん、でカレーみたいなのがやっぱついてきます。いただきます。カレーのルーをチャパティ1枚で食べるのがまあ大体普通ぐらいの量なんですけど、無料で追加してもらいました。ここで食べてました。やっぱりこの激甘スイーツがみんな好きみたいです。ここはこんな感じでチケット売り場がありました。1人400ルピーです。はい、ここ2日間お世話になりました。スーマン、Do you want to say something to Japan? Yeah, I wish all the best to you guys, and you guys have a wonderful journey. Okay, thank you so much. はい、ということで今お別れして、車出発しました。はい、一応昨日の夜、こっから尻栗に行くまでの道が1本しかないんですけど、そこに落石かなんか落木があって道が封鎖されたけれども、まあ、朝の時点でそれが撤去されたってことなので、多分無事4時間で着くと思います。あ、薬飲んでね、やべ。あ、飲んでください。はい、この車にも神様が乗っていました。岩が落ちただけなのかと思ったら、ただただ土砂崩れがここで普通に起きてました。今がっつり現在進行中で、ユンボとかが作業しています。はい、15分から20分休憩ということで、もも8個で50ルピーです。食べます。はい、ももかはちょっと昨日ぐらいから下痢ではないけどお腹がキリキリしてるみたいで、多分当たってはないけども、とりあえず俺がいただきます。おいしい。ベジタブル餃子が安くて美味しいので追加しました。はい、休憩終わりみたいです。あと2時間ちょっとぐらいかな、乗られていきます。はい、シルグリのバス停というかに着きました。だいぶ汚いというか、スキームがすごい綺麗だったことがこれでよく分かりました。やっぱゴミを捨てちゃいけないっていうのをみんな守ってるみたいです。そうだね、全然違うね。気温は まだそこまで暑くないけども、それでもやっぱ下に戻ってきたって感じだね。まあ、とりあえず、次ブッダガヤ行きのバス停がここから 1,2 分らしいんで、そこ行きます。もう全然違う国みたいです。汚さレベルがアップ。ホストの人に助けてもらったりしながらバス停の前まで着けました。このバス停だいぶ広くて苦戦しました。バス停わからないとき、インド人の人が助けてくれたんですけど、絶対お金取られると思ったら今回も全く取られませんでした。
今ももかがご飯屋探しをしてくれてます。基本的に、まあ、俺よりもももかの方が食べれるものがだいぶ少ないので、ちょっとももかに聞いてきてもらってる間、俺が荷物を管理してるって感じです。バス停の目の前でご飯食べることにしました。すごく暑そう。チキンライスお願いしてます。中ではこんな感じです。辛そう。あ、ほろほろ。肉はもうほろほろです。だいぶ辛そうだけどいただきます。そう、うま。肉がもううまくい、バスが到着しました。これみたいです。エアコン付きみたいなのでよかった。シートはこんな感じで、ベッドになってるタイプと椅子になってるタイプがあります。私たちは椅子のタイプを選びました。ももかが初めて一人で ATM まで行ってみます。ちょっとずつ頑張ってます。ありがとう、頑張れ。自信に満ちた顔で帰ってきました。やっぱり1万ルピーしかできない。でも一人でできたじゃん、すごい、ありがとうね。時間通りに出発しました。このカーテンで仕切れるので半個室みたいな、そういう感じもあります。青空美容室。はい、1回目の休憩です。はい、俺はもう出発と同時に寝てました。ももかは編集したのずっと、ここは綺麗そうかな。ガソスタ、そう、ガソリンスタンド脇のトイレを使います。ヤギがいるから、ヤギ。ガソリンスタンド脇の芝生に黒ヤギさんがいます。あそこにも、こっちにも。こんにちは。今回乗ってるバスがこんな感じです。エンジンが熱くなっちゃうみたいなので定期的にこうやって開いてます。これはこの前乗ってたシェアカーも一緒でした。ガソリンスタンドだとトイレが無料で使えるので安心です。はい、男性はここでタッチションでした。で、まあなんかインドあるあるというか、今後アフリカとかも多いんですけど、よくわかんないけど一般人が写真を撮らせてほしいとか、一緒に写真を撮らないかみたいな、なんで俺と写真撮りたいのかあんまよくわかんないけども、さっきもトイレしようと思ったら写真撮ってくださいって言われました。はい、ということで休憩終わったので、また出発します。ちょっと俺はお腹が空きました。私もね、さっきアイス屋さんだけ方がアイス買ったらよかったのか、まあ贅沢だしな。そうだね、最近ニキビがひどいからな、なんだろうね。クッキーを食べることにしました。ハイデラバードのスーパーで安くたくさん16パックくらいで200円くらいだったので買ってて、今は良かったなって思います。2度目のなんかトイレ休憩プラスなんか荷下ろしとかやってます。ももかはトイレットペーパーを探してるけど、このバス停にはなさそうなので、ちょっと大変そう。このトゥクトゥクというのか、すごい電動だこれ、かっこいい。サモンサ、20ルピー、2個。No thanks。まあ、おいしい、芋。珍しくインドで英語が通じなかったです。
How much did you get potato? って言われました。荷物の荷下ろししてます。木のはしごです。今バス停か何かで停止してるんですが、何分経っても皆さん座り終わらいません。手がカーテン開けられるのがすごいストレス。効果は随分前から出ました。俺は今ちょっとできる限りの編集をしてるところですが、そろそろ出ます。はい、また休憩になったので桃花が起きました。トイレットペーパー売ってたら買いたいけどなさそうだね。ご飯食べる？はい、食べます。桃花が注文してくれました。チャパティが4枚と、もう辛さは多分変えられないカレーたちです。2人でこれを食べます。いただきます。はい、どうぞ。レストランというかのスタッフによくわからない言葉でバスが出るからそろそろ行きなさいって言われたみたいで、本当にそうだったね。何言ってかわかんねえって言ったら近くに対応できる人が、ね、通訳してくれたね。優しい人でしたみんな。なのでバスに戻って寝ます。そしたら、はい、明日起きた時には着いてるんじゃないでしょうか。って感じで今エンジンがつき始めましたので、そろそろ発車すると思います。寝ましょう。おやすみなさい。